こんにちは、西条貴人です。東谷純太です。血の婚礼の出演者は俺と東谷くんだけ。二人で演じる二人芝居です。東谷くんはこれが初めての舞台なんだよな。はい、初めての舞台で西条さんと共演、しかも二人きりなんて嬉しいです。俺も役者として勢いのある君と共演できて嬉しいよ。西条さん、この舞台のためにスペインまで行ったんですよね。ああ、見せ場の一つにフラメンコがあるからね。なぜか君もいたけどね。フラメンコを踊るためには本場でその空気や熱を直に感じたいと思ったんだ。さすが西条さん、本当に尊敬します。役者として当然のことをしているだけだよ。東谷くんはフラメンコ経験者なんだよな。はい、祖父がスペイン人で昔少しかじった程度ですけど。でもスペインのタブラオで見た西条さんのフラメンコには本当に感動しました。あの情熱的な踊りは俺の目に焼き付いて、いえ、心に刻み込まれて今思い出しても興奮。東谷くん、そこまでにしようか。皆さんに舞台の紹介をしないと。すみません、つい。では血の婚礼について、簡単にではありますがご紹介します。物語の舞台はスペインの南部アンダルシア。一人の花嫁をめぐって二人の男が激突する。花嫁の元恋人レオナルド、花嫁との結婚を控えた花婿、花嫁が選ぶのはどちらなのか。果たして婚礼は無事に執り行われるのか。舞台血の婚礼。はい、いかがでしたでしょうか。脚本家の深津弘子さんが原作をアレンジして素晴らしい脚本に仕上げてくださいました。これを演じられることに役者として大きな喜びを感じたよ。僕も興奮しました。この物語を西条さんと二人きりで演じられるなんて本当に楽しみです。そして楽曲を担当するのは世界的な音楽家有栖清貴さん。スタッフの皆さんが一流の方々ばかりですよね。負けないように俺たちも頑張らないとな。はい、血の婚礼どうぞご期待ください。劇場で待っています。ぜひ見に来てください。